協定選手。協定選手とは、公営競技の協定において、賞金を獲得するプロスポーツ選手であり、国土交通省管轄の国家資格所持者である。通称は、ボートレーサー。2018年、平成30年3月15日時点で、協定選手の数は、約1585名、内女子212名である。協定選手になるためには、 国家試験である、協定選手資格検定に合格する必要がある。資格検定に合格するためには、まず、ボートレーサー養成所に入所し、同所において1年の教育、訓練を受けることが前提となっている。協定選手の養成過程。協定選手の生活は、レースの開催期間中と期間外で異なっている。レース開催期間中は、主として、モーター。 イコールエンジンの整備などに時間をかけており、体重管理、体調管理に気を配っている。また、開催協定上から外出することができないだけでなく、電話などで家族も含めて外部の人と接触することもできない。協定は公営競技、ギャンブルとして開催しているため、飲み行為、800兆等のギャンブルにまつわる不正行為が行われる事態を防止するためである。開催期間中。 開催期間外は接触禁止が解かれ、協定場外の人々と接することが可能となる。2012年以前は、主として、プロペラ、イコールスクリューの研究や加工に、多くの時間をかける選手が多く、協定選手同士で、ペラグループと呼ばれる集団を作り、良い成績を出せるプロペラを得るために、プロペラの加工、加工したプロペラのテスト、良い性能が出せたプロペラ形状の記録、 保存等を行っていた、モチペラ製。しかし2012年にモチペラ製が廃止されたことから、以後は過ごし方にも変化が生じている。開催期間外。協定選手には4つのクラス、9分けがあり、上位から A1、A2、B1、B2 となっている。勝率、副勝率、出走率、自己率などによって判断されており、審査。 適用のプロセスは年に2回行われている選手のクラス分け。収入面について言えば、協定選手はプロスポーツ選手、つまり競技で賞金や収入を得る選手であり、無償で競技を行う選手ではない。収入の低い選手だと1000万円に達しないが、トップレベルの選手になると年間に1億円を超える賞金を得ている協定選手の収入、 選手寿命について言えば、プロスポーツの中では、選手寿命が相当長い方に属する。3年に一度の選手登録更新の際の健康診断で、裸眼視力の基準などをクリアできず、一定期間内で治療、再検査で合わせできない場合には、選手登録が抹消されるものの、定年性も存在しない。しかし、あまりにも成績不振であると、選手会からの大会勧告や、 発行の規定に定職しての圧線保留により、レースに出場不能になる形で、引退勧告が突きつけられることがある。また、選手の対面を著しく汚すような行為を行った場合は、成績優秀であっても解雇になることがある。大半の選手は、加齢による視力、体力の衰えが生じたり、減量の困難さが増すことにより、40代後半から50代で、 引退する選手寿命。協定選手は専門の養成所で訓練を受けた者だけがなれることになっており、2001年、平成13年以降は、ボートレーサー養成所に入校し、1年間の訓練を受けた者でなければ協定選手になれな。この養成所で常時礼節を重んじた形で、モーター、エンジン整備、競技の実技等々、 協定選手として必要な基礎の訓練を受ける。同所では年に2回の入学式、4月入学コースと10月入学コースがある。ボートレーサー養成所への入学資格が2008年、平成20年8月1日の106期の募集から、年齢制限が緩和されるなど、条件が大幅に変更となり、一般試験枠におけるスポーツ推薦制度や、特別試験枠同時に設けられた。 これにより、改定前は、ほぼ不可能であった大卒や、社会人出身のものでも受験が可能となり、また他のスポーツから転身してきた選手も、大幅に増加した。一例を挙げると、前者の事例は、元教員の坂井田明、元看護師の孫崎百世、元保育士の向井田真貴が、後者の事例は、プロボクサー出身の金光介春や西尾良介、高校時代は、 チアリーディング競技のチアリーダー出身の中田祐希や、大学野球選手であった安コーチ進、ソフトボール選手であった西館笠と、アーティスティックスイミング出身の桂森光、フィギュアスケート選手出身の平川香里などが他のスポーツからの転身選手である。現在では、元選手のか田義が運営する、釜木ボートレースアカデミーなど、 ボートレーサー養成書入学のための予備校も存在する。詳細については、漫画、モンキーターンに詳しい。レースの圧戦方法並びに、レース前日から終了に至るまでの流れは、競輪選手の場合と概ね共通している。詳細は、競輪選手の校を参照。ただし、協定の場合は1日に2回競争に出走する場合がある。またレースで、 フライングスタートに失敗して変換欠場となった場合、フライングもしくは出遅れによるスタート事故、軽輪で失格した場合とは異なり、原則として1回目は商店除外となるのみでそのまま開催最終日まで競争に参加できる2回目で強制起境となる。ただ2013年11月の規則改正で、例語以上のフライングが非常識なフライングと定義され、 該当する選手は即日帰業が命じられるようになった。開催期間中は多くの選手がレースで使用するモーター、エンジンの整備に時間を費やす。モーターは各協定上に備え付けのものから抽選で割り当てられたものを使用するが、性能には個体差があるため、ピストンリングやクランクシャフトなどの部品を交換したり、ギアの噛み合わせの調整、ギアケース整備、 キャブレターの調整などを行ったりする。整備後は、レースの合間などに試運転を行い、性能が向上しているかどうかを確認する。当然のことながら、整備により逆に性能が悪化することもあるので、その場合は状態を元に戻すことになる。また、プロペラ、現在は、協定上備え付けのものを使用する。2013年11月以降は、 ヤマト発動機のものが一枚ずつ割り当てられると、モーターのマッチングの他にプロペラを微妙に加工したり、プロペラのメンテナンスを行ったりすることも多い。プロペラは使用することで、水の抵抗を受け微妙に形状が変化するため、定期的なメンテナンスが不可欠である。このか、絶食やサウナでの汗取りなどにより減量を試みる、選手もいる、減量により、パワーウェイトレシオが改善し、 ボートの性能が向上するため、競艇選手の大半は普段から体重に気をつけているが、減量によるボートの性能向上と、それにより体力が低下することとのバランスを考え、重要なレースの前に、限り特別に減量を行う場合もある。また一時期、減量により体調を崩す選手が増え、開催中の番組編成に支障をきたすほどの事態となったことから、 1988年11月に選手の最低体重規定が設けられ、それ以下の体重の場合には重りを身につけて競争に出走することとなった。なお、最低体重は当初は男子 50kg、女子 45kg だったが、2003年5月より女子の最低体重が 47kg に引き上げられている。また、レースの交渉面からインサイバー行為。 やおち行為、飲み行為等の不正行為を防ぐため、開催期間中の出場選手は、緊急時以外及び管理解除になるまでは、開催協定上から外出は、愚か外部との接触も禁止される。また、来場客からの差し入れについても、種類、生物の菓子、果物、医薬品などは、衛生管理の関係上差し入れることを自粛するよう、要請している。物理的。 社会的に閉ざされた合宿生活をすることになる。開催期間外は、従来はプロペラの開発に多くの時間を費やす選手が多かったが、後述、2012年の制度改正により、選手個人が所有するプロペラの使用が禁じられたため、現在はどのように時間を使うのがベストか、各選手が試行錯誤しているかきにある。 なお競争の圧戦を受けていない場合でも、全県日及び開催中の協定場において、予備なボートを利用して練習を行うことができるため、まだ実戦経験の少ない若手選手が練習のために、協定場に赴くとは多い。スタート事故を起こした場合、前期の小天除外、強制規教以外にも、休別決定期間、5から10月、11から4月内に起こした。 スタート事故回数に応じ、1回で30日間、2回で60日間、3回で90日間の、ワち停止となる。例えば、1期間内で3回フライングした場合、30プラス60プラス90イコール180日間の、圧線停止となる。このほか直近のフライング事故から100層以内に、さらなるフライング事故を起こした場合には、愛犬壁南市の、日本モーターボート選手会常設訓練所で、 再訓練を行う必要がある。このほか SG、GI、GII 競争、新衛線及び女子戦の場合は特別な出場停止規定が課せられる、詳細は協定スターを参照。スタート事故による圧線停止の間は無収入状態となるほか、スタート事故による事故率の上昇に加えて、圧線停止期間が長くなると出走数が足りずにクラスが下がることもある。 その石棺に優秀成績を残したとしても、自己率が規定の0.70に達した場合は、成績に関係なく時節では B2 に強制的に落とされる。そのため、特に B 級の選手や A 級から陥落するのを嫌がる。選手にとってはかなり痛手となるが、A1 の選手の中には、フライングによるアッセンは必要経費、むしろ海外旅行などに行くのに、 ちょうどいい休暇になると語る選手もおり、あまりスタート事故の抑止力とはなっていない。ただ、A1 の選手になると、レースの圧戦が絶え間なく、入るのが通例のため、圧戦停止期間ぐらいしか、まともに休みを取れない状況ではある。1988年5月に、選手個人が所有するプロペラ、一般に、スクルーと呼ばれているものをレースで使用できる、いわゆる、 モチペラ製が導入されたため、以後は開催期間外に多くの選手がプロペラの研究に時間を費やすようになった。プロペラの加工には高度な技術が必要なほか、加工の際に発生する騒音対策として専用の作業場を確保する必要があることなどから、通常は仲の良い選手同士でペラグループと呼ばれるグループを作り、共同で研究や作業場の運営等を行っていた。 当時は、プロペラは一度競争のために、協定上に持ち込むと、選手は一開催に最初5枚までプロペラを持ち込める。全県の際に国印が打たれそれ以後は、他の選手に譲渡することができなくなるというルだったが、逆に国印の打たれていないプロペラであれば、譲渡は自由であるため、多くのペラグループでは、手先が器用な選手が、プロペラの加工を担当し、それを他の選手が実践で試すといった、 役割分担がなされていた。同様の理由で、ペラグループの中で一人でも良いプロペラの開発に成功すると、同グループの他の選手も同じプロペラを利用できるようになるため、ペラグループ全体の成績が向上することが多かった。そのような良い性能のプロペラの情報は、ペラゲージと呼ばれるプラスチック製のパーツに形状を写し取り保存され、ペラグループの資産として活用される。 しかし2011年12月に日本モーターボート競争会が新プロペラ制度についてという発表を行い、現在の選手持ちプロペラ制度は選手のプロペラ修正技術の向上により迫力あるレースの具現に寄与した反面、モーターと選手持ちプロペラがどのようにマッチングするかが複雑で推理が難しいということから2012年4月より現行の選手持ちペラ制度を廃止し、 各協定上がモーター1機につき中島プロペラヤマト発動機のプロペラを1枚ずつ配備する制度が施行されたその後2013年10月に中島プロペラが撤退したため以後はヤマト発動機のみその後2014年より出力低減型の新モーターが導入されたことも重なり選手の整備時の行動が大きく変化し選手によってはプロペラの調整よりも 選手個人のモータの整備力とミサオテイ技術の向上にウエイトが置かれるようになった。収入のほとんどはレースから得る賞金となるが、賞金は選手によってバラバラである。平均年収は約1600万円である。新人選手など B2 級で出走回数の極端に少ない選手では300万円未満で。 あが、A1 級のトップクラスともなると1億円以上稼ぐ、選手が珍しくなく、2011年の賞金王決定戦競争発射、池田康二の年間獲得賞金額は約2億5085万円にも上る。また、最高年収は2002年の植木道彦の年間獲得賞金2億8393万円である。選手の収入には、 賞金以外にもレースに参加することで得られる、乾燥手当などの日当がある。日当は、協定上で選手に対し現金で支払われるが、賞金は原則として、選手の個々の口座への銀行振込でる。なお、賞金を辞退したり寄付することも可能であり、その場合は、例外的に、銀行振込は行われない、2015年の、 第62回全日本選手権競争で優勝した森田俊介は優勝賞金3500万円を全額日本財団に宿りきする意思を示したため優勝賞金は同財団が直接受け取ったことから銀行振込が行われなかった協定選手は上位から A1、A2、B1、B2 のクラスに分けられる1988年以降 それ以前は A、B、C のクラスであった。クラスの決定にはいくつかの条件によって審査される。これを級別審査という。級別審査に課される条件については下に詳細を記す。選手にとっては、級が上位に行くほどグレードの高い競争に出場できるようになる。また1月の稼働可能日数が多くなり、賞金を稼ぐ機会も増える。ただし、 協定の場合フライング、出遅れ、休み明けの場合は必ず一般戦から復帰するという規定があることと SG の選出漏れその他の理由などから一流選手でも一般戦を走ることがあり、そこでは一流選手と引退を宣言しているベテラン選手や新人選手が直接対決するなど他の競技では見られないような光景も見ることができる。ファンにとってはクラスの上下や勝率、 副賞率の代償は、選手のレベルを測り、船券を予想する上でも重要なファクターになる。またこれ以外の条件も、特に期末間近になると、レースの勝敗を決定す要素になり得る。大まかに以下の条件付けで、クラスが決定される。2016年5月から、適用は2017年前期から、選手級別決定基準の一部改正について、 給別審査は年に2回行われる。成績を集計する給別審査対象期間と、そのランク分けが反映される給別実施期間に分かれている。各協定上への圧戦予定の関係から、審査終了の2ヶ月後に反映される。日本モーターボート競争会内規選手、給別決定基準。協定における勝率とは任意に設定された。 審査期間内の着順点の総計を出走数で割ったものである。旧別審査以外でも SG の全日本選手権競争、法王賞競争、同一優勝回数の場合、プレミアム GI のヤングラービー競争、女子王座決定戦競争、名人戦競争でも、任意の審査期間内を設定して、勝率上位同勝率の場合は、着順点上位順イコール出走が多いであることを、 出場条件として設定している。着順点は以下の通りである。優勝戦では1着から3着が1点増し、4着から6着が2点増しになり、以下の点数になる。オーシャンカップ競争では GI、GII の着順点合計は優勝戦得点が同一の場合に使用される。副勝率は連帯数の総計を 出走数で割ることによって計算される。副勝率には2着以上までに入った2連帯率と3着以上までに入った3連帯率がある。審査期間内に出場した競争回数である。勝率を出場条件とする SG やプレミアム G1 でも極端に少ない出走数で、勝率を維持することを排除するために出走数の加減を定めている。選手責任の失格は、 出走数にカウントされるが、選手責任外の失格や出遅れは出走数にカウントされない。選手責任外の場合、着順点が0点でも勝率に影響しないようになっている。必要な出走数を稼ぐのを阻害する要因として、以下のようなものが挙げられる。協定における事故率とは任意に設定された審査期間内の事故点の総計を、 出走数で割ることによって、事故率を算出する。B2 以外のすべての球で、事故率が0.70を超える、計算上は0.705以上と、事故率オーバーとして、それ以外の条件や成績に関係なく、時期には B2 まで落ちる。級別審査以外でもヤングダービー、レディースチャンピオンでは、任意の審査期間内を設定しており、2012年開催からは、 すべての選手が自己率が0.40未満、計算上は0.394以下でなければ出場できない。自己点は以下のように定められる。失格原因が不良候補の場合は2つ重ねて、自己点がつく。失格10点と不良候補2点の陛下となり、合計12点になる。期末間近で自己率が高い選手を俗に自己パンと呼ぶ。事故パンになると、 積極的なレースができなくなる。その一方で、事故率を減らす目的で、自己パンの選手が、積極的に圧線を受けて、頻繁にレース出走する場合もある。急別審査とは、直接的な関係ないが、審査期間において、勝率3.00以上を維持できない場合、事故点が1.00を超えた場合、一定期間において、圧線保留になる。 選手出場圧戦保留基準第8号俗に発行と呼ばれる規定が存在する。ただし、これには適用除外の条件が別に定められていて、登録6期目、3年目までの新人選手であるか、出走回数が50回未満であれば発行の適用を回避できる。この発行の適用を受けた選手は事実上の引退勧告となる。登録番号は、 協定選手を区別するための番号である。当番とも略される。選手第1号は11番の鍋島博士であり、11番以降は選手に番号が与えられている。ただし、42番は欠番となっている。初期の頃は登録の順番に決まりはなく、早く登録した選手から番号が与えられていた。途中から、要請期ごとに選手登録試験に合格した。 選手養成員を青年月日順に並べ、年長者順に登録番号の若い番号から通し、番号で付与されることになった。現在では、選手の間では世代を分けるための基準としても、使われる。なお、84期最初の選手である、松本弘明に4000番を、121期の選手である、岡本翔太郎に5000番が与えられている。なお、 一番より十番までは非選手の番号であり、協定の設立に大きく貢献した人物に与えられている。一番は協定の生みの親である笹川良一。二番から十番は非公表になっている。定年制や競輪のような成績評価による強制引退の制度は導入していないが、三年に一度行われる。 選手登録更新の際に健康診断を受けることが義務付けられており、その際に視力検査で裸眼視力が0.5以上などの基準をクリアできない場合には選手登録が抹消される。一定期間内に治療を行い再検査で基準をクリアすれば再登録可能となり、現役復帰が可能となるが治療の結果基準値をクリアできない場合は半ば強制的な引退を余儀なくされる。 このほか、協定選手の選手会である日本モーターボート選手会では競争の構成確保及び競技水準の向上化に関する規定という規定を定めておりこれが成績による引退勧告の基準となる直近の4期、通常は2年間の通算の事故率が0.70以上、もしくは4期通算勝率が3.50未満の選手に対して、 選手会の大会勧告を行うことができる。ただし、選手数が1600名を超えている場合のみ、さらに選手登録から33年経過後の選手は、直近4期の勝率4.80未満、自己率は同様で、大会勧告を行うことができる。同勧告は一時免除状態となっていたが、2012年11月より、制度が復活したため、2014年に実際に、 大会勧告が出された。また、あまりにも成績不振であると先日の発行に抵触して、圧戦保留によって、レースに出場不可能になる形で、引退勧告がなされることがある。登録更新検査をクリアし、選手会の大会勧告を受けない程度の成績を維持している場合は、生涯選手を続けることも可能である。ただ、 事故や犯罪によって逮捕され有罪が確定するなど、選手の対面や協定の信頼を著しく損なわせた場合には、どんなに成績優秀であっても大会勧告を受けたり、強制引退になることがある。加齢によって、視力、体力の衰え以外にも減量が厳しくなってくるため、40代後半から50代で多くの選手が引退する。ただし、男性選手については感激を超えて、 現役を続けている者も,も2012年現在で10人以上存在していた。2018年現在、協定選手最高齢は71歳で、登録第2014号、高塚誠一選手である。プロスポーツの中では、ゴルフと並んで選手寿命が長い競技である。公益社団法人日本ウォーターボート選手会は、協定選手で構成する団体である。 選手の福利構成の充実、相互扶助、資質向上のための自主訓練など、活動は多岐にわたる。選手会長は植田木和則。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。